確かに行ってもいいね。だって予選からさ、決勝がすぐやったら行けんの。多分あると思うけどって言ってたけど、知らんけど。ゆこは3年になってどんな学校は学校実験がのね、グレードアップさが半端ない。やねえ、やべえよマジで、意味がわからんもんなんかね、今度あるやつね、来週のね、予習書だけ、予習もクソ長いって。で、見よったらなんか注意事項になんか死後禁止みたいな、唾を吐くとアミラーゼが入って分解されますみたいな。生物やろ。生物ある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 。え、みたいな、その唾ぐらいでさ、なんか分解するみたいな、症状前のなんか勾配みたいな。あー、あ、それするする。唾とかいったらカビ生えて、うまく育たんみたいな。つばぐらいでみたいな、ピンポイントで入るみたいな。死後禁止ってやばくない？無理じゃろ。生物実験してるんや。うちのコース全然生物よ。なんか、うん、なんか 人工臓器とか作ったりするけん、生物するんや。あんまりあそっちに住みたくないよ。人工臓器って何の人？人再生医療みたいな、医療機器みたいな。なんでもするけんね。あとなんか、え、めっちゃ動物おる実験室とかめっちゃおるよ。マウスに、あれ耳生やしたりしちゃうのか、よくあるやつ。ああ写真見たことない。発生で、の段階でいじるとか。そう、いい遺伝子組み換えて。すごいね、やっぱ球だ。そんなのおるよ、実験室にめっちゃ楽しいやろ。楽しそう。まあ、なんか、実験は楽しいけど、うん、その後、その前がだ い, だいぶだるいっちゃう。だいぶだるい、あれなかったら全然楽しいんやけど。なんか、どこ行くか決めるときに、うん、まあ、実験とか実習が多そうやけんって選んだけど、うん、結構きついやん、ね、だるい。レポートがだるいやん。しかも重かったのせいでさ、そんな学生実験のやつでもさ厳しくなったけんさ。そう、そんなやり方は重かったのやり方だぞってめっちゃ言う。俺が入った時ぐらいにそれやったけん、うん、めっちゃ言おった、うるさって思うぐらい言おったね。あ、私もなんか講義みたいな、やった講義っていうか、なんかめっちゃ大型さんのようにならないためですね、名前言いませんけど。そう教授みんな言うやん、うざーみたいな、分かっとうけみたいな。あいつみたいな、ほんとありえんわ。え、でもいっぱいおったよね、絶対あれ問題になる前ね。だけん未だに、うん、何回な、2年間おってなんかノートに何ページとか意味わからんぞみたいな。めっちゃいいよ。ほんと厳しくなった。
週何時って週2、週2か。あれレポートだね。週2で夏休みにあれ500、いや3泊4日かな、のどこの島佐賀やったかな、実習みたいな。で、コーヒーか、うん、何しに行くと、調べに行くとなんか、調査みたいな。なんか、そんな、旧大みたいにね、専門性が強い、まあ、就職とか見ても、うん、わけじゃないけん、うん、多分、その、なんか、野外に出て、うん、情報を集めて、うん、それをまとめて発表する能力をつけるみたいなのがメインっぽい。へぇ、でも、一回なんか、調査とかめんどくさいよね、まとめるのが。意味わからんもん、ね、普通教わったんやろって思う。確かに。本当よね。ないものを作る。昨日も中野さんは行ったけど、うん、10時集合で向こうに10時半着いて、うん、多分ね、予定では3時4時とかかかるやつやけど、雨降って1時とかに終わった。2時間ぐらいなんか。昨日雨降ったもんね。歩きながらノートかけてくるのびしょびしょ。そしたらね、うん、髪がどんどん薄くなって。意味ない。かわいそうに。今年の8人教授をって状況と。大好き。あ、ごめんごめん。で、多分毎年毎年4人でこうサイクルあるんやけど、めっちゃ楽なサイクルだった。マジ。先生が。お知らせいたします。メルゲーだった。第4コードで試合をしているチームで、代表者だけ、得点ボードリーグ表の前にお集まりください。チロルズ6、ブリコ、チロルズ1、チビコアラ。あ、終わった。え、何対何？負けたかな？ボボレンジャーズ。ギリギリ。チロルズ7、13、13、パンパン2号、負けました。キビン。